はい、では続きからやっていきましょう。3章後編ですね。続きからストーリーを。やばい、どうなったんですかね、うん、3章の後編。安住さんたちが出て行き、残された私たち9人はみんなそれぞれ適当に席に座った。励まし合うでもなく、うん、ごほごほ、私の席はずっと止まらない。本当なら今頃ハル君と再会して喘息なんてどこかへ吹き飛んでたはずなのに。あ、そうだ、あれがあったはず。バッグの中をごそごそと探す。ファンデを忘れたけど、あれはあった、ステロイド吸入薬。急いで吸入する。これで咳は収まる。ほう、助かった。喘息かい？あ、はい、でも大丈夫です。だんだん落ち着いてきました。そう、何かあったら言いなさい。うん、なんだなんだなんだ、いきなりいきなりなんかなんだいきなりお前いきなりなんかこう頼れる男アピールきっとまたここで、ああなんかこの人実はいい人なんだとか始まるで、始まりそう。でももし私で不都合があるならあちらの女性陣にでも話しなさい。はい、すみません、ありがとうございます。おー、出た。あー、出たよ。もう読んでんだよ。早いよ、パターン読んでんだよ我々は。厳しかったけどやっぱりこの人は紳士的だわ。他の人たちはどうしているのかと目を向けている。男の子は携帯を見ている。アンテナが立つのを待っているんだと思う。不意に彼が携帯から顔を上げ、安住さんたちが向かった先を心配そうに見つめた。あ、もしかしてさっきのね、もしかしてさっきの彼の変な態度って。そっか、彼きっとあの女子大生のことが気になるのね。でもだったらどうして彼女についていかなかったの。本当そうだね、私と同じで怖くて不安だからかな。 OL さんと女子高生の子たち3人は端っこに固まって座っている。仲良しになった。そば、うん、でチャラ男がちょっかいを出し、彼女たちは迷惑がっている。やっぱり嫌な人、チャラ男やるなこんなところまで。中年サラリーマンのおじさんはくたびれたように席で横になっている。長身の人がさっきの私と同じように体調を気にして声をかけている。大丈夫ですか、もうちょっとの辛抱です。いきなり、まあ、常識は一番この中でありそうですね。あと車掌さんがいなくなったからね。俺がリーダーだ。そうだ、後々のことは私に任せてください。私は弁護士をしています。そうですか、それはすごい大きだなこのおっさんわあ、弁護士さんだったんだあの人。あ、それでさっき訴訟はどうのって話してたのか。そうだ、いろんなことが一気に起きて言いそびれてたけど、弁護士さんなら運転手さんが殺されていたことを話しておいた方がいいのかもしれない。 あの私が弁護士さんに声をかけようとした矢先、突然派手なスーツの人がドカッと私の隣に座った。なあ、何ですかこの人も嫌な感じ。っていうかこの人はちょっと怖い感じがする。いくつ？あ、ナンパ？ナンパ？え、年だよ。あー、待て言わなくていい、当てるから。やべ、慣れてる。めんどくせえ、慣れてるこいつうん、25、当たりだろう。なんで分かったんだ、うん、当たりだけど当たったなんて言いたくない。違います。そうか、俺外したことないんだがな。嘘ついたら針千本飲ますぞ。え、気味が悪い。なんか喋ると全てを 見抜かれてしまいそう。こいつ何者、うん、口調は冗談っぽいのに私を睨む彼の目つきは妙にするとき、私は恐怖を感じた。でも彼はすぐに柔和な表情になり、はは、別れた男にまだ未練があるな。未練？どうして分かるの？でも元さやですからね。え？どういうこと？元さやだから未練。ああ、元さやに戻るからね。もう私はもう勝ち組なんだよ。ああ、別に未練とかじゃなくて、うん、もう決まってたんだ、ね、みたいな。図星だな。まあそれはかわいそうだから突っ込まないでおこうか。なんやこいつ。嫌なやつ。だったら仕事は OL、 いや派遣って感じか。全部当てられとる。当たってる。爪がきれいに手入れされているからオペレーター業務やってるだろう。当たってる。何この人、占い師？超能力者？どうしてわかるんですか？全部お見通しなんだよ俺には。この仕事を長くやってるとな、人の経歴なんてすぐにわかるんだ。この仕事？ホストかな。あ、ホストですかね。この仕事って、俺はこういうものだ。キャバクラオーナーね。滝、なんて書いてあるのかな、名前読めない。滝春人、ハルくん。お、ハルくん。ハルくん、昔ホストをやっててな、今も仕事じゃこの名前で通してる。やだ、この人もハルくん？ってくんって感じじゃないか。でも同じなんてやだな。本名は京太郎って言うんだが、太郎なんてダサくないか？
ところで俺の店で働かないか。スカウトや、うん、お前みたいなちょっと地味めな女が化けるんだ水商売し始めると。俺はそういうダイヤの原石ってやつを見る目が見る目があるし探すのが好きなんだよ。何言ってるんですかこんな時に。こんな時だからなおさらだろ。無事に助かった後のこと考えるのっていいじゃねえか、うん、意外と前向きだな、うん、一理あるかも早い、この女の子も早い。ほらターニングポイント、選択してください。ここはストーリーが変化する選択肢です。まずは B 引き受けるマルチエンディングなんだ。うん、じゃあこれはこの脱出させた後にキャバクラ嬢になるんだ。なっちゃいますねこの子は。ハルくんいいのそれで。そのパターンでまずは進もうと、うん、ほうタップ引き受けます。うちの店で働かないか。その言葉を聞いて驚きはあったものの正直嬉しかった。まあオペレーターずっとやってたんだったらね、うん、もうだいぶ違う世界にいきなり突入することになりますね、うんうん、大丈夫かな。何より私は変わりたかった。このとこここのところ嫌なことばっかりだったし、せっかくハルくんから連絡来たんだし、今までよりももっと好きになってもらいたい。なんか頬が赤らんでしまいました、うん、この人もっと素敵な女性になりたい。素敵な女性になりたいからキャバクラで働くっていうさ、逆だと思います、ね、違いますよね、はい、方向性が、うん、今っぽいのかなそれ。そうなのかな、多分違うと思いますぞよ、うん、なんかむしろちょっと嫌悪感抱くか、ね、男性も多いんじゃないでしょうか。だから私は滝さんからの誘いに対しては思わずいいんですか。あ、思わずいいんですか。やる気満々だな。私働いてみたい。よし決まりだ。じゃあ一刻も早くここから出るぞ。はい。なんか一段決しましたね。ここが一つ、うん、ね、うん、雇われ関係になるんだからね、うん、その時私は自分に向けられている鋭い視線に課長芋洗坂安住さんどうしてそんな目をしているの。安住さんどこにいるの。戻ってきたの安住さん。安住さんの軽蔑するような視線に耐えられなくなり私は目をそらす。 なんで水商売なんてやめておけよ。あれ安住さん、あれ行かんかったっけ。行きましたよね。え、毎晩遅くまで男の相手をする仕事だぞ。そんなの毎回できるのか。下の名前でもう彼氏気取りか付き合ってたできます。じゃあ勝手にしろ。そう言って軽く舌打ちをして安住さんは車内を出ていく。まだ行く前だったのかな。あれ、え、でも行って9人って言ってましたよね。ね、うん、そうへ待って。安住さんを追いかけて女子大生の子も出ていく。私も思わず追いかけようとするが滝さんに腕をつかまれる。放っておけ、いるんだよああいう古い考えの男が。もしかするとマイカだからああいう態度を取ったのかもしれないけどな。なんでみんなこんな下の名前で呼んでくるの。なんだ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 、うん、重い空気がを感じ取ったのかみんな何かと理由をつけ次々と外へ出て行ってしまった。滝さんと二人きりか。あたりはシーンとしていた。俺と二人だと気まずいか。え、そんなことないです。安心しろ、大事な商品に手出したりしないからな。え、あ、はい。今頃誰かが外に出て救助を呼んでくれてるかもしれない。そうだといいけど俺たちはここで待ってたら大丈夫だ。はい。私は思わずあくびをする。眠いのか。ごめんなさい、大丈夫です。いいぞ寝ても、俺が見張っとくから。危険だろう。本当に大丈夫です。滝さんこそ眠くないんですか。俺の仕事は夜だからな。ここからが本番なんだ。そっか。再びあくびをしたくなったけど今度は噛み殺した。目が涙に滲む。あ、目に涙が滲む。無理してもいいことないぞ。そう言って滝さんは私を引き寄せ膝へ頭を乗せようとした。膝枕してあげると、うんうん、優しいやないか滝さんチャラいですね。チャラい、うん、え、あ、ちょっとお前は大事な商品だ。地べたに寝かせるわけにはいかねえよ。普通にね、電車のあのクッションでいいと思いますけどね。確かに電車でいい、うん、でもさあ寝ろ。私は起き上がり滝さんから離れる。座ったまま眠れるので大丈夫です。いいから俺の膝使えって。それは悪いです。お前にはここを出たらバリバリ働わない。結構押し問答続くね、うん、恩を売っておく。でもそんな頑なな人間 に水商売が伝わるとは思えない。男を手のひらで操るように駆け引きをするんだよ。膝枕が嫌なら次に期待させるようなことをほのめかしながら断ってみろ。で、できませんならここは俺に従うんだな。でも強く見ような慣れるより、あ、習うより慣れろ。なんかあれですね、オラオラ系ですね滝さんに強く引っ張られ引っ張られてるね、うん、でもこの女の子も引っ張られる
側って感じですもんね。弱いね。弱い、うん、さっき自分自身に誓った言葉を思い出す。私は変わらなきゃいけない、ハル君のためにも。あ、理由をね、自分の中でつけながら、うん、結果としては流されていく。ハル君好きなら他の男の人の膝枕に寝ちゃダメじゃないかね。膝枕を受け入れた。まあ個人的には膝枕ぐらいどうでもいいような気がしますけれどもね。そうですか。タキさんの太ももしっかり筋肉ついているせいか少し硬いな。タキさんから漂う爽やかなストラスの香りは私の心を落ち着かせた。こうやって男の人に膝枕されるなんて何でも。この女の人は早いな。もうコロ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 変わっていくから。もう気分がちょっと変わっちゃって。変わっちゃう。なんで安住さんいたのさっき、うん、謎ですね。まだ行ってなかったのかな。それとも行く前にこう電車の前一周してたら電車のとこ通り過ぎたのかな。でなんか見たらなんかやってるみたいな。待てよみたいな、うん、ちょ待てよ、ちょ待てよ、分かんない。ちょっと分かんないですね。私は久々に味わう男性のぬくもりに触れながら眠りについた。文章が単語単語がやばいな、うん、やばいですねこれ。もう全然危機的状況だと。おお、危機的状況だと。バッテリーが危機的状況だ。思っていない。どのくらい眠ったのだろうか。私は寝返りを打ったタイミングで目を覚ました。あれ、ここどこだっけ。私は少し考える。そうだ、事件にあったんだ。それで滝さんとここで救助を待って2人でここで救助を待っているんだった。私はここである異変に気づく。あれ、滝さんの太ももこんなに肉付き良かったっけ。まさか中年サラリーマンと入れ替わってたおじさん。あ、鼻にツンとくる一瞬を感じる。滝さん死んだ。そっち、滝さんの香水の匂いじゃない。その瞬間私は完全に目を覚ました。これは滝さんじゃない。誰に膝枕をされているのか確認しようとする。だが恐ろしくてなかなか確認できない。なんでやねん、はい、大きいや。もうあの、うん、金縛りに近いんじゃない、恐怖で感覚としては、うん、でもこのままじゃまずいし、まずいし、そっと薄目を開ける。え、気持ち悪い。そこには お世辞にも綺麗とは言えない身なりをした男がいた。ボロボロのジャンパー、小汚い色をしたズボン、深くフードをかぶっており、顔は見えないがその人物の口元だけ確認することができた。にやり、その口元が笑うのが分かった。起きたの気づかれた。私はとっさにその人物から離れた。あなたは誰。私は後ずさりをしながら尋ねた。しかし返答はない。その時手にぬるっとした感触が走る。え、私は自分の手を見る。キャー、自分の手が真っ赤な血で染まっていた。電車がもう血だらけになってる。恐る恐る振り返るとそこには目を背けたくなるほど悲惨な光景があった。滝さん、え、真っ赤な血の海の中に浮かぶ滝さんの姿。滝さんは全身めった刺しにされその遺体は無残なものだった。あらま、なんでまたそんなことに、うん、私は立ち上がり急いでこの車両から逃げ出そうとした。だがフードをかぶった化け物に手をつかまれる。やだ離して。私は必死に抵抗した。だがその次の瞬間、あ、どうなった。やられた、やられてもうた。あらま、私は化け物に刃物で首をかっ切られる。え、即死やん。即死っすね。素敵な旦那さんに巡り合って可愛い子供を産んで温かい家庭を作る、そんな私の夢さえ、ささやかな夢さえ叶わなくなってしまった。ハル君、もう少しだったのに会えなかった。会いたいよ。こんな真っ暗な寂れた場所で誰にも気づかれずに死んでいくなんて、私の人生は最悪な形で幕を閉じた。あ、これバッドエンドだ。さっき水商売をするって選んだからですね。あそこでストーリーが変わって、うん、今我々は1個のエンディングを見たんだ。見たんですね。なるほど。で他に大量のエンディングがあるんだ。あるんでしょうね。分岐があった先にもまた分岐があるのかな。でトゥルーエンドがあるんだよ、うん、正しいエンディングが一つだけ。あ、エンディング到達。分岐の選択肢は思わず結果を招いてしまいました。このように多くのエンドが隠されています。多くのエンディングを見て経験値やアイテムを獲得しましょう。へえ。アイテムの中には隠されたストーリーが解放されるものもあります。再開は前後編の頭からとなります。ストーリーマップから再開箇所に戻りましょう。へえ。あ、すごいすごい、なんか路線図みたいな感じで分岐めっちゃありますね。でトゥルーエンドが1個あるね、うん、あの鍵付きがトゥルーエンドなんじゃないの。なるほど。はあ、なんかあれみたいだな、私あの
小学校時代に初めてやったスーパーファミコンのかまいたちの夜とか、あーぽいですね。私どれだけやってもトゥルーエンドにたどり着けなかったんだよな、うんうん、毎回死んじゃって。難しいですよね、あれ。なんかそれに近しい感覚があるな、うんうん、おもろいなこれ、うん、今は一つのバッドエンドを見ました。よいしょ。ここからなんですね。でもう一個の方はさっきはもう引き受けるで終わったから、はい、他の選択肢が、うん、なるほどね、うん。あとはキャラクターも違うのいるしね。そうですね、最初は女の子を選びましたけど、最初の安住さん、安住さんも選べるし、てか今はまだ追加されてなかった里中、男の子の里中くんも選べるようになるみたいな。安住さんなんでいたんだろうね。謎ですね。きっとそれは安住さん編をやると、そっかそっか、謎を解ける。なぜ戻ってきたのかとか分かるんだろうね。うん、そうですね。あれ助かるんですかね。まあトゥルエンドはきっと幸せに脱出して、うんうんうん、ハル君と結婚するのかな。してほしいですけどね。あの子多分ハル君と結婚してもうまくいかないんじゃない、うん、また振られちゃうんじゃない。もしくはハル君よりも別の魅力的な人に流される可能性もありそうですよね、はい。あとハル君もね、別によりを戻そうとして呼んだんだっけ。呼んでましたね。あ、メールがそっか、そうですね、花からそっか、やり直そうだっけ、うん、それすらも罠に感じるよね、うん、確かに。なるほど、うん。まあ、今回このゲームに関しては、はい、動画としては以上、はい、続きは皆様がお楽しみください。各ストーリーのエンディングを皆さん自分の目で確かめてみてください。はい、これがラストでございます。はい、でありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。